なんだい？やっぱりこの前軍令部長の記憶を入れたのが失敗だったのかも。あの人、自分の頭髪のことしか考えてないんじゃないのか？なんだい？あれ？もしもし、眠ってますか？薬が切れたのかと思ってびっくりしちゃったよ。なんだい？
なんだい？あ、待ってくれ、消えないで。君か。彼のノーウィングタグを触媒にして意識を定着させようと思ったんだけど、ダメだったよ。やっぱりどういったものに定着させるかは重要な問題だね。僕は諦めないよ。今回の実験で僕の理論が正しいことが実証された。記憶は肉体に宿る。そして記憶は人格を形作る。僕は彼にもう一度会うために研究を続けるよ。また協力してもらうかもしれないけど、よろしくね。会いたかったよ。あらら、これは違うっと。あれ、まあ。会いたかったよ。会いたかったよ。
いたかったよ。最後に泳ぎに行ったのって何年前だったっけ。会いたかったよ。会いたかったよ。会いたかったよ。バレちゃったか。そうよ、その通り。私は広告から送り込まれた密偵。他にも潜入している仲間がいるのはもう知ってるでしょ。背中の刻印は仲間を確認するための目印ってわけ。広告印の付け方って知ってる？知ってるわけないよね。すごく痛いのよ。あの痛みは今でも覚えてる。戦火で焼け出された私を最初に助けてくれたのはスザクじゃなかったわ。震えてる私に毛布と食べ物をくれたのは広告軍だった。それから窓もないようなところで訓練を受けた。全部嘘なの。君の見ている私は全部嘘。どうすれば魅力的に見えるか、どう話せば相手に気に入られるか、全部教えてもらったことをやっているに過ぎないのよ。本当の私は
命令が来た時に朱雀を内側から混乱させ、要人を暗殺する奴の手先。それでどうするの？私のこと捕まえる？自分で考えろってことかな。そうだね、君の思う通りだわ。私が自分で考えて決める。あのね、あのね、あのね、なんだか拍子抜けしちゃった。みんな信じてくれないのよ。てっきりもうみんなが知ってることだと思ったのに。君のいるここが私には居心地がいいみたい。もう嘘をつくのは終わりにしたいの。このまま朱雀の一員として一緒にいてもいいかな？黙ってるってことは肯定よ。ありがとう。なんだい？あれ？もしもし、眠ってますか？薬が切れたのかと思ってびっくりしちゃったよ。